皆さんこんにちは。今回の動画なんですけれども、我が家の子供たちはお肉大好きです。ということで焼肉丼をですね、作って子供たちがですね、食べてくれている様子をお届けできればと思います。そんな様子の動画です。はい、材料なんですけれどもこちらです。牛の、こちら細切れと、あとはこちら玉ねぎです。まあこれを炒めていって、あとはまあ砂糖と醤油と、あとはこちらのすりおろしたニンニク入れて味付けをしていきたいと思います。材料はこんな感じです。はい、ということで子供たちのですね、焼肉丼完成しました。でご飯はですね 100g ずつで、こっちがもっくん、こっちがもっくんなんですけれども、もっくんの方ちょっとですね、お肉ちょっと多めにしてあります。で、あとこちらの人参なんですけれども、バターと炒めて、こちらにですね、ちょっと映えるような感じにしたつもりです。はい。で、人参をですね、バターとか油とかで炒めるとですね、栄養素のですね、吸収率がなんとアップするそうなんですね。なので、こちらですね、炒めました。はい。で、最後に、こちらごまを振って、完成。こんな感じです。お手手はパッチ。いただきます。はい、どうぞ。いただきます。うん、焼肉丼だよ。それね、食べてごらん。甘くて美味しいんだよ。バターで炒めたから甘くて美味しいと思う。バター？バターだよ。バターで炒めたからとても美味しいと思うよ。美味しい？うん。お箸で食べな、もくん。うん。もっくん、手お箸あるからさ、もっくんつむつむの箸持ってくる。もっくん、もっくん疲れてないけど、カリマ疲れてる？うん。遠足も行って、うん、ここ誰かかってない？うん、誰かかってない？カリはかかってないよ。公園も行った。大丈夫、かかってないから。公園？公園は今日行ってないよ。違うよ、行った。そっか、遠足で公園行ったの。うん、うん、最初はモノレールに乗ってくれて、うん、公園に行って、うん、公園のお散歩のところに行って動物とかタッチして、それで、うん、幼稚園帰って、お家に帰ってきた。うん、そっか。とりあえずモノレール行った。うん、疲れちゃったね。うん、もっくんもっくん、こう見てごらん、写真。うん、ラッキュン、カリンちゃんみたいに、ほら、上手。カリン上手だよ、ほら。僕何金メダル？七丸金メダル。カリンちゃん、眠たい、疲れた。どうしたの？眠た。そうだよ、眠たいよね、頑張ったもん。よし、食べちゃおう、カリン。食べちゃおうね。うん。なんでエアコン、私エアコン見たの？ん？壊れたから。どうやって壊れた？わかんない、なんか壊れた。ゴーって壊れた。そんな音はしてないけど。お口は？閉じますね。うん、そうですか。他にお箸持つ、スプーン持つ、でお口取りる。うん、なんかこうなってた。カリン映ってる？うん、お箸に座る、お箸を持つ。映ってないよ。映ってるじゃん。いや、映ってない。もっくんしか映ってないよ。もっくん映ってないよ。そうなの？僕、食べるよ。僕、エアコンある。僕、
こにあるの、エアコン。テレビ。向こうにあるよ。どこ？レリの横になんかエアコンあった。そうなの？ミシャッキー。うん。暖かいところ触ったらもう一回火事になっちゃう。火事になっちゃう。暖かい火事？そうだよ。ねえ、もっくんさ、カリンと今日喋ってたんだけどさ、なんでワニさんのこと聞くの？ワニさん怖い。喋ってたよね。カリンカリン、ワニさんがいる。うん。ね。あ、もくもくワニさんがいる。ばあ！ちょっと一瞬信じたね。ババババ。僕が固まってたからだった。ね。ただいま言ってないよ。ごめん、撮ってると思って。ごめんね、おかえり。おかえり。ああ、ただ、っていうか、すごいね、二人ともどんぶりがでかいね。うん。かっこいいよ。もっくんね、今日のスイミングでさ、メダルもらったよ。あ、ほんと？メダルまた？うん。ピンクにメダルじゃないよ。で、また、ここ。グレードアップしたの、帽子が。これもっくんでしたけど、こうやって血出ちゃう。燃えちゃう。燃えちゃう。エアコン。エアコン。エアコンは？エアコン燃えちゃうよ。怖いね。エアコン燃えちゃう。火事になっちゃう。火事になっちゃう。燃えたら燃えないと思うけどね。燃えちゃうよ。燃えちゃうの？え、怖い。エアコン、もくんが壊した。空気清浄機は誰が壊した？誰が壊したの？パパ。けどじゃあパパが壊した。そうなのね、うん、パパが壊してくれる。嬉しいの？嬉しいの？うん、そっか。一回食べなくていい。これをどれどれ、これ葉っぱか。そうだね、葉っぱは。これ甘いんだよ、この葉っぱ。お肉と巻いて食べるとすごく美味しいんだけど。消毒して、うん、テープを巻いて、うん、包帯を巻いて、うん、おしまい。おしまい。素敵だね。何の練習それ？で、消毒して、うん、テープを巻いて、うん、包帯を巻いて、うん、おしまい。それどこで見たの？病院。病院。誰がやってたの？カリン。あー、そうね。カリンやってたね。かわいそうだった？かわいそうじゃなかった？どっち？かわいそうだった。心配した？心配しなかった？心配した。ああ、優しいね。
のびっくりすごい。はい、ということで今回の動画グッドにしたと思います。この動画を見てご視聴ですね、お会いしたとおめでとうございました。皆様またチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。バイバイ。レビュー登録よろしくね。